大前修雄は、日本の政治家、元衆議院議員、兵庫県甘ヶ崎市出身、兵庫県立甘ヶ崎高等学校を卒業し、1962年、京都大学法学部に入学。1966年大学卒業後、民間会社勤務を経て、1979年に、兵庫県議会議員選挙に、西宮市選挙区から立候補し当選する。 民社党会派に所属し、連続6回当選。1989年1月に、高等専修学校公営学院を創設、以後2010年3月まで理事長を務める。乱受報承受賞。2000年に、西宮市長選挙に立候補したが、元西宮市教育長である、山田知に28票差で落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙に、 自民党公認で立候補。同じ選挙区には、社民党党首の土井貴子、元衆議院議長がいたが、前年に北朝鮮が拉致疑惑を認めたことで、社民党への逆風が吹いたこともあり、土井を破って初当選。2005年に2回目の当選。2006年9月発足の安倍内閣で、防衛庁長官政務官に就任。2007年1月の防衛省発足に伴い、 初代防衛大臣政務官に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党から立候補。公明党の推薦を受けるも落選した。兵庫県議会議員の大前春代は、次女で2009年7月5日の兵庫県議会補欠選挙で当選した。2010年5月、自民党を離党。 10年ぶりに西宮市長選挙に無所属で立候補。前副市長の河野正宏に2648票差の時点で落選。ありがとうございます。